こんにちは、藤バカマです。今回は浅井長政とお市を取り上げ考察していきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。はじめに紹介するのは浅井長政です。初期に公開された既存キャラの一人です。公式サイトの紹介文には、北近江を治める大名、義に厚く勇敢な好青年、若年ながらも当主としての責任感が強く、家臣や味方から強く信頼されている、同盟相手である朝倉家と共に戦う中で光秀と出会い交流を深めるとあります。多くの部分が一新された今作において、個人的に期待しているのが浅井朝倉の関係性が深掘りされているのかという部分です。光秀が朝倉家に仕官している描写もあるようなので、織田と朝倉の狭間に揺れる浅井家を背負って立つ長政の姿が見物だと思います。また光秀と出会い交流を深めるとのことから、光秀と長政は戦友的なポジションになるのかなと思います。長政と光秀と信長、運命に翻弄されるこの3人の関係性も一新された今作では楽しみですね。浅井長政の CV は引き続き神谷博さんが担当されます。サンプルボイスはこちらです。俺の戦を見せてやる。若干声が高くなり、よりアクティブな声色になっています。また一人称がそれがしから俺に変わりました。長政が迎える運命に反して明るく希望に満ちていますよね。神谷さんはキャストコメントの中で、印象に残ったセリフやシーンにおいてお市のことを戦友という前提を作りつつも女性として意識している部分を挙げています。前作までの長政とお市は最初から熟年夫婦のような雰囲気でしたが、今作では年齢感が変わった長政の等身大の姿が見られそうです。長政の得意武器は明智光秀、小早川隆景と同じく刀です。以前は円錐状の槍を用いて戦っており、武器の見た目も西洋の槍のようだったので印象が大きく変わりましたね。ただ長政のアクションを見ると、一部過去のモーションを踏襲しているものもありました。無双奥義発動時に表示される文字は仁です。思いやりや慈しみ、また他人に対する心の在り方という意味を持つようです。次は衣装です。水色を基調とし、大きなマントをなびかせる装いとなっています。前作では武器にあった西洋の騎士のようなデザインでしたが、今作では得意武器が刀になったということもあり、戦国にふさわしくいい意味で浮かない衣装になっています。兜を身につけた長政はまだ見られていないみたいですね。また房飾りの結び目とマントには浅井家の家紋である見積もり亀甲があしらわれています。最後に見た目です。金髪はそのままでショートヘアになっています。また後ろ髪はくくり上げています。髪質もサラサラヘアからツンツンヘアになりました。立ち絵からもわかるように明るく活発な青年という印象ですね。年齢感が変わったことも含め、若い青年が数奇な運命をたどると思うと、この明るさもどこか儚く思えてしまいますよね。ただ近江の大名として信念を強く持っているようなので、最後まで長政らしく戦い抜けてくれるんじゃないかなと思います。次に紹介するのはお市です。戦国時代以降にも大きな影響を及ぼすことになる人物ですね。公式サイトの紹介文には、信長の妹、年相応な天真爛漫さと武家の娘らしい真の強さを持った少女、力で全てを解決する乱世を嫌っている、信長を兄として尊敬しているものの、度重なる無茶にはやや呆れ気味とあります。今作のお市の年齢感は戦国無双初代と2の間くらいな印象ですね。また信長に対しても織田家当主としてではなく、一人の兄として接しているようです。信長お市の兄弟、信長と長政の義兄弟、そして長政とお市の夫婦としての関係性がより親密で、少し現代寄りになったのかなと個人的に思いました。お市の CV は長政と同じく引き続き前田愛さんが担当されます。サンプルボイスはこちらです。もうまた無茶なことして。前作では基本的に敬語だったので砕けた口調なのが新鮮ですよね。前田さんはキャストコメントの中で、印象に残ったシーンやセリフにおいて信長に浅井の大将を倒せばいいんだよねと告げるセリフを挙げています。こんなセリフあるのって感じでしたね。紹介文にあった天真爛漫さと武家としての真の強さを持っているという部分から、数奇な運命に抗える強さや、ここぞという時に気を引き締められるという一部兄譲りな部分があるのかもしれません。力で解決する乱世を嫌っていながら浅井家との戦いに身を投じていることからも、武家の娘としての覚悟が感じられますよね。次は得意武器を見ていきたいと思います。お市の得意武器は黒田官兵衛と同じく呉服です。初代と2では剣玉、3と4では連冠輪というリング状の武器を使用しており、特殊ではありながらも何か武器を用いて戦っていました。そんなお市が使う呉服は今作に登場する武器の中でも特に特殊なジャンルに当たりますよね。得意武器は官兵衛と同じですが、官兵衛が闇属性的な感じなので、
お市は光属性的なイメージがあります。無双奥義発動時に表示される文字は良しという字です。美しい、優れている、時期が良い、めでたいというような意味を持つ字のようですね。次は衣装を見ていきましょう。桃色を基調とし、今までで最も濃い桃色ですよね。全体的に少女らしさのあふれる可愛らしいデザインです。腰元まで届くほど垂れの長いリボンと衣装が凝された髪飾りがさらに可憐さを際立たせています。また髪飾りと胸元の飾り房の結び目にはモチーフにしたような装飾がなされています。嫁ぎ先である朝一家を象徴する水色がワンポイント的にあるのがいいですよね。紹介文に少女と会ったことからもわかるように年齢感がぐっと下がりましたよね。初代からナンバリングを追うごとに内面的にも外面的にも大人の女性として成長していたので少し驚きましたね。今回は浅井長政とお市を紹介しました。戦国時代一の美男美女夫婦とも言われるこの二人ですが、長政が持つ活発さとお市が持つ天真爛漫さは戦国無双5の物語に明るい雰囲気をもたらしてくれそうですよね。運命に揺れるこの二人の生き様がどう描かれるのか楽しみです。以上、浅井長政とお市の考察でした。ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。よろしければグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。藤バカマでした。